太平洋戦争の終結から今年で79年おとといから始まったこの企画展は戦争を知らない世代に戦時中の人々の暮らしを知ってもらおうと当時の生活道具や出版物などおよそ130点が展示されています空襲警報が発令された際に市内で撮影された写真や軍事郵便のほか当時実際に使われた防空図巾などが当時の社会状況や人々の暮らしぶりと合わせて紹介されています また、現代美術作家の小島久也氏が身近な人と平和について話し合うきっかけになればと、市宮空襲をイメージして制作した作品も展示されています。この企画展は市宮市博物館で来月18日まで開かれています。